十国の移動順にあるブロックとスポンサーが削除。移動をスポンサーとする各企業はイメージやコンプライアンスを重んじ、早めの対策を講じている。この日もクレビセブン、アンファーに続き、スポーツ用品メーカーのプーマ社が、公式サイトから名前と画像を削除した。とうとうプーマが、松本さんも伊藤選手のプレイヤーとしての寿命は限られてるのに、もし冤罪だったら誰がどう返してあげられるんだ、まだ推定無罪なのに。PUMA はじめ伊藤選手のスポンサー、告訴受理の段階で写真削除したりするんだ。検察が精査し起訴されればこういう動きになるのはわかるけど、告訴受理の段階でこういう対応になるなら、誰かが被害を受けましたって、一方の視線のみで根拠を揃えて出せば、相手を困らせることだってできる。恐ろしいな。最近の日本は推定無罪が機能してないのは問題だよ。大分島、スポンサーの顔色を伺ってんじゃねえよ。相手の女性の刑事告訴の有無には関係なく、スポンサーのクレビセブンは伊藤純也の不倫だけでもアンバサダーは降板させるだろう。そのクレビセブンが JFA とも AFC とも契約していたのら運の尽きだな。白に黒にしろ大事な試合中に奥さんがいるのに他の女とホテルで一晩過ごすこと自体が問題では。